荣幸见到你。会えてきてとても嬉しく思っています。我也练习你很高兴。谢谢。それではまず、自己紹介を少ししていただきましょうか。简单的介绍您自己一下好吗？好。我出生在青海，就是现在的西藏。私は青海省生まれでございます。那是一个非常多宗教的地方。やはりそこはとても宗教盛んなところでございます。然后十八岁就去这个北京中国人民大学学哲学。18歳になってから北京で中国人民大学に留学をしたんですね。そこで哲学を勉強したんです。在大学的时候，因为从事民主运动，后来被中国政府判刑三年半，坐牢三年半。やはり大学在学中ですね、中国民主化運動参加した、そういった原因で逮捕され、三年間の懲役を務めました。然后出狱之后，我成为基督徒，又成为一个地下教会的一个传道人。釈放した後ですね、キリスト教に信仰するようになり、でそれの同時にですね、伝道するようにキリスト教の教義を周りに教えるための立場になりました。じゃあちょっと質問させていただきますけれども、今現在你幾歲？現在我是1972年出生。现在46岁了。私は1972年の生まれで、42歳になりました。46歳ですね。46歳です。もし、そしたらですね、その在学中、人民大学に行かれているときに、民主化運動ってことは、これは天安門のことですかね？天安門事件のあたりのことですか？您说在这个在学中的时候就参加了中国的民主化运动，我想是不是应当是跟当时的这个天安门事件有关联呢？是有关联，但是我是在1989年镇压之后，我是1990年才到北京上大学的，就是89年之后。在北京呢，还有很多追求民主自由的学生啊、老师、知识分子。厳密に見れば関係性はあります。ただですね、1980年の時に私まだ北京にいなかったもので、で1990年から北京にいて、89年の民主化運動の影響をとても受けておりまして。で当時でも中国の中でそういった民主化運動を目指して自分が活躍したと。大学卒業後にキリスト教に入信したということなんですけれども、きっかけはどういうきっかけだったんですか？你大学毕业之后的话，你就是加入了基督教。那么是什么样的原因？是有些什么样的契机才使你要？信这个基督的呢？对，当时我还没毕业就，他们就抓捕我，然后我就坐了三年半牢。我出来之后呢，后来主要是这个，因为我自己本身学的是哲学，所以对基督教本身就有一些认识。后来是，我自己呢，在这个社会上，觉得人生走到一个尽头，需要有一个人生的信仰，后来是这样，就是。上帝拯救了我。对，やはりですね、私は在学中ですね、こういった民主化運動をやったことによって逮捕され、三年間ぐらいの懲役を受けたんですけども、もともとは私は勉強したのは哲学でございまして、哲学に通じてですね、キリストのことを知るようになり、そして私の中でもやはり。自分なりの信仰を持つようなそういった自発的なものによって、でその後にですね、信仰するようになりました。しかもキリストに救われた。うん。なるほど。
その救われたところをもうちょっと詳しく教えてもらえますか？啊，你说是上帝了救了你的话，对吧？关于这一点的话，能不能具体的向您介绍一下？对对对。你的心理，どんなふうに変化变化？对对对。啊，你的心理变化过程是什么样？希望能给介绍一下吗？对。以前的话我是一个无神论，而且我对自己很相信，就是通过自己的努力啊可以改变这个世界，而且也觉得这个世界上没有神，靠我们自己就可以办一切的事情啊。但是我是一个是坐牢，坐3年半坐牢，还有在这个社会上出来之后也遇到很多的艰难险阻，认识到我自己的有限啊。我们人都是有限的，而且是有错误的，有这个基督教叫 sin， 就有罪的啊。所以认识到自己的不足的时候，就希望有一个外在的一个上帝来帮助你，然后解决很多的人生的问题。对，あのもともとは私は無神論でございますが、あの自分の力を信じて。この社会を変えるその意欲をありました。ただですね、あの3年間以上 の、 あの刑務所生活によってですね、私はあの自分の力不足を感じておりまして、しかもあのキリスト教の中ですね、人間は過ちを起こすことはもう当然でございます。もちろんあの罪もあります。で、自分がだん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 自分の力不足を感じております。それによってですね、やはり自然のようにですね、あのキリスト教のことをですね、自分を信じるようになって、あの信仰するようなことになりました。还有就是说，我自己是学哲学，因为从小对这些宇宙、人生这些终极的问题感兴趣。但是在哲学里面，我还是找不到答案。那比方说，人从哪里来？人死了之后要去哪里？人怎样获得一个终极的意义？其实我大学读书4年啊，在这个书本里还是找不到答案。但当我信了基督教之后，这些东西啊，这些答案都在这个圣经里都能找到了。对。やはり私もともとは自分は専攻したのは哲学でございます。ただ哲学の中でもですね、あの私はずっと探ったんですが、あの人生に対してはそういった答えはなかった。でそれによってですね、やはりあのキリストの中にね、すべてあの私は求めたのそういった答えをあるように知り、そして信仰するようになりました。三年間の、まあ監獄牢獄ですか、なんていうんですかこれ。あの狱中生活。収監された場所はなんていうところに。你被关在这个监狱的地方是什么地方？那我是关在那个深圳，就是靠近香港的那个城市，关了那个3年半。他还是关在那个看守所，还不是监狱，因为他，关了3年之后才宣判下来之后，就很快也释放出来，所以环境是非常艰苦。あの本格的の刑務所ではないんですけども、あの香港の隣の深圳のところにあの拘置所みたいなところ3年間で。对呀，香港，香港，深圳，深圳就在香港的对面，北面，那时候是香港，収監され、その中ではどんなことをあのどんなまあ罰といいますか刑を受けてたんですか？三年間どんな状態だったのか教えてください。那个三年以上的这个。狱中生活，你说是看守所，那么具体的是怎么个状态呢？当时我们是在深圳呢，从事一些工人的维权，就是工人他在工厂里，受这些政府啊还有企业家的剥削残害，我们为他维护权利，所以比这个深圳市政府给公安局给抓起来，然后那个里面的话。就是大概20平米的地方，他关押这个40多个人，所以这个长达3年半时间，这个环境非常的拥挤潮湿。然后我自己这个两个
脚啊都是得三年多都是得病，都是溃烂，所以环境是非常糟糕的。深圳でですね、工場の労働者の権益を守るためのこういった活動をしてきたんですね。その時にやはり経営者に対してそういった不正を暴露することによって深圳の公安当局に拘束され、でこういった領事証みたいに入れられた時に締めっぽいのそういったかなり狭いところに閉じ込められて、それなりの体のダメージ、特に足跡あたりですね、かなりダメージを受けたんですね。その40人ぐらい、40人前後ぐらいの人数を詰め込んだ部屋に閉じ込められて、寝たり起きたりっていうのは普通の生活ができるんですか？你说是说像睡觉啦、正常的起居生活的话，你可以能像正常的那个普通人那样生活吗？就40个人左右的话？那绝对不行，就是40个人的话，睡觉都是这个基本上没有空间，然后你起来，然后再找回你的原位都找不到。やはり40人ぐらいの中に、閉じ込めになったから、もし自分は最初寝る場所があっても起きたらもう元の位置に戻ることもできない状態になっていたんですね。而且还有很严重的那个苦役啊，就每天都要做工作，就各种的那些玩具啊，一些塑胶花啊，实际上出口到美国啊，包括日本，很多的中国制造的一些东西，很多都是这些犯人做的。それの上にですね、過酷の労働を強いられたんですね。例えば造花とか、子供のおもちゃとか、そういった簡単の産業ですけども、でも過酷の労働を強いられて、日本とか今販売された例えば安いそういった造花とかね、そういったものはほとんど中国の工事所の中のこういった犯人たちに手によって作られたもの。我自己做了很多的圣诞卡啊，一些塑胶花。我前天去那个浅草寺，看很多的这些礼品啊，也是这个 Made in China， 那些很多实际上也是中国的一些犯人做的，因为犯人是最廉价的这个工人 ，free 就是没有工资。然后为什么中国的产品便宜呢？因为很多都是这些无偿的囚犯做的。对，やはり私の手によってクリスマスのカードとか、あるいは造花とか自分も作ったんですけど、先日は浅草に行ったんですけど、浅草のそういった売ってるのこういった関連のものはですね、自分を思い出して、これも全部もしかしたら中国の犯人たちが自分の手に無償でね作られたもので、だから今世界中にこういった中国の安いものをですね、もう大半は中国のこういった経緯によって犯人たち作られたものと。その中で思想改造、あるいは再教育キャンプっていうのがよくありますけれども、そうした考え方を変えるようなそうしたものも受けたんでしょうか？思想改造の機会なんかもあるんでしょうか？それで最主要的は、那面要让你这个改造思想，同时呢要把自己所有的一个重新受再教育，这种想法是不是具体有这方面的一个被这样的改造，被这个再教育的？对，他们就是我们进去之后都要背那个监狱的一些规定啊，然后基本上每周啊每个月要写很多的思想的汇报啊，尤其我们这些政治犯的话，但那些东西都是表面的，流于形式的，它改变不了我们的心啊。对，やはり思想改造のために入れられたから、当然ならば常にですね、自分の思想をレポートして報告しないといけない。ただ思想改造に言っても私たちの思想には変えることはできません。特にね、政治犯に対してこういったことは厳しくこのなんていうの指導とかさ受けてるんだけども、でも私は思想を変えることはできません。他就是我当时是政治犯，
他还没有采取这些，现在对那个法轮功啊，很多一些宗教，像这个新疆的那些伊斯兰教，他们采取这种集中的这个洗脑班，啊，你每天去看他们的那些党的一些教材，然后叫你写这些东西，现在针对法轮功伊斯兰教，他用这种洗脑班很厉害，我現在になってですね、やはり政治犯に対してこういった思想改造のその一環をやってるんですけども、でもこれの他に特にですね、法輪功の信者あるいはウイグル族のそういった宗教に対してのそういった思想改造を徹底的にやってるんですね。なぜかというと、その人たちにそれは党の歴史とか党の思想を頭の中に入れるためですね、いろんな工作をやってるんですけども、徹底的にやってるんですね。徹底的にっていうのはどんな形なんでしょうか。他们就是说，要这个所谓这个宗教或者是说其他的法轮功的话，让他们彻底要改造的这种思想的话，那具体的什么有些什么措施呢？现在他们在宗教上，习近平上台之后推行了一个政策，叫宗教中国化政策，就是所有的宗教呢，要变成中国样子的一个宗教。首先是外观上面，比方说这个十字架要给拆了，然后这个清真寺的外表不能像这个中东的样子，应该像中国的建筑的样子。所以现在，他在外观上要中国化，这个是他做的第一步。やはり習近平政権になって以来ですね、徹底的にそこを推進するその方針というのが、すべての宗教が中国式に変えること、例えば外見からキリスト教ならばやはり十字架をなくすことで、イスラム教ならばモスクはですね、中東式の建物風景ではなく中国式に変えること、こういったことを徹底的にやってる。第二步呢，就是改造你的这个教义，这个教义里面就是要强调，要爱这个共产党，然后爱这个中国，爱国家，然后这个他把这个宗教性啊去掉，就是这个世界上没有神，然后把宗教变成一个伦理道德，就变成一个人与人之间遵守什么文明礼貌啊，还把你的这种有神论啊，很多宗教的特色全都给去消，所以现在他把宗教全面的要改变成一个道德准则了，对。やはり宗教は根本的なその根幹的のあるの中身を変えること、その変えるっていうのが、まずはですね、宗教がまだ愛国あるいは愛共産党、しかも世の中には神様はもう存在しない、こういったことで宗教を徹底的にはやってる。还有就是，叫他们自己放弃自己的信仰，叫法轮功啊，还有个全能神，还有这个新疆这些伊斯兰教，他们到那些洗脑班那些教育中心之后，就是叫你们不要信你们以前的东西。现在很多的新疆的年轻人呢，他都不知道他自己是穆斯林了。その上にですね、やはりですね、徹底的に洗脳教育を受けるためですね、例えば世の中はもう神様は存在しない、法輪功にしろ、あるいはウイグル族に若者に対しても、自分の宗教がもともとあること自体も忘れさせような、そういったいろんなことをやってる。こんな感じで聞いてても大丈夫ですか？一つ、今ウイグルと、あと、法輪功法輪功があったんですけど、賀来さん自体、その思想改造の何か受けたことがあるかと。具体的にもうちょっと聞ければと思うんですけど、例えば本を読ませるのか、あるいは映像を四六時中聞かせるのか、シロでファンファ就是说你的思想改造的能不能再详细一点，就是说他采用什么方法，或者让你24小时让你听这些个什么广播呀，或者是他们这个思想传统上的这种教育啊，还是或者是说强制你要怎么样，就是能不能有些具体的？
势力。像在新疆有一个叫去极端化教育中心啊，他去了之后就是，首先是叫你放弃这个伊斯兰教，然后呢，你这个穿衣服啊也不能穿那个你们以前的民族的服装啊，你就穿的像个汉人一样，男的也不能留胡子啊，女的那些这个他们有个盖头啊也不能盖，就整个就是汉化，然后就是。你可以写一个保证书，我不再写，不再信这个伊斯兰教。伊斯兰教很重要的一些礼仪啊，有个叫斋月的，就将近一个月，这个白天不吃饭嘛，然后就是他们偏偏叫你在这个时间吃饭，就白天吃饭就打破很多的宗教规矩，让你忘了你的信仰，让你觉得你跟汉人呢，跟那些无神论者都是一样的。所以这种方法实际上，对法轮功、对基督徒，很多都也都采取这些方法，对。ウイグル族に対しては実例として例えばウイグルの若者がですね、こういった思想改造センターみたいなところに入れられ、でそこに入った途端でもう民族衣装を着ることは許されない。でイスラム教本来ならばやはり例えばひげを生やすことをですね、このもう全部剃るようになって強制的に。でこれの他にですね、例えばイスラムの特徴であるのは断食、断食の時期ですね、強制的に食事をするように強制的にしてしまうことと、これの同じのやり方でホリンゴも同じのこういった待遇を受けていると。还有基督教的话，它改变你的教义，它就是说，在圣经里面它是有选择的给你讲，比方说，他对上帝创造人这块他就不讲的，他觉得人还是从那个猿猴变的，啊，然后呢，他觉得耶稣是一个人，不是神，耶稣是一个很有道德的、很高尚的人，他的一些道德品行我们学习，但是他不是神，所以呢，他把圣经呢就是。选择性的用一些，就是比方说耶稣讲的，你要爱人啊，这些道德啊，他都可以留下来。但是有关他是神呐、啊，还有最后的审判啊，还有这个每个人都有罪啊，这些，他就不讲或者删除啊。现在这个中国的所有的商店网络都买不到圣经了，习近平上台之后，而且他们在可能要改造这个。圣经就是对他们不利的那些全都删掉，剩下一些道德性的说教都保存起来。やはりキリスト教の例を取り上げてみますと、まずはですね、キリストっていうのが共産党が自分なりの解釈でキリスト教の中の中身をですね選択するようになる。例えば無神論でキリストが人類が神様によって作られたものではない。要するに人類の変化ですね。普通の、まあ、猿というか、なんていうかね、進化論でそういったことによって人類ができたということで、あとはですね、キリスト教のその人類を愛する部分だけで取り上げることは可能ですけども、他には全部捨てる。所以现在中国的宗教已经比它改造的面目全非，就四不像了。你比方说，那你先翻译。これによってやはり宗教はキリスト教も全く違う宗教に改造されたものですね。もうその中身は完全にもうおかしくなってる。你比方说这个藏传佛教，它的核心是达赖喇嘛，但是中国现在的藏传佛教根本不提这个达赖喇嘛。天主教它的核心是教宝梵蒂冈的，但是中国的天主教根本不提这个梵蒂冈。那我们那个基督教的话，核心是这个耶稣啊，人是有罪啊，神创造人啊，他把这些东西也给你去掉。那个伊斯兰教的话，它的核心是要做这个斋月啊，还有是这个他们很多宗教礼仪，他把这些东西也都去掉，所以现在。中国政府办的这些宗教啊，实际上跟真正的这些各个宗教
完全不一样，改变了，非常非常畸形的一个东西，现在是。やはりあの中国においてですね、いろんな宗教ですね、あの今当局によって変えられてしまった中身からですね。例えばキリスト教の場合は、あの人類は別に神様によって作られるものではないよとか、あるいはあの他の宗教に対しても、そもそもですね、神様もすでに世の中に存在しないから、で人類愛はそれだけで取り上げて、他にはすべてあの否定するような立場にですね、あのその最急以降でもあのいろんな形で、あの元々の思想を変え、あの変えられてしまった。うんうん、かじゃあこちらの写真といいますか、こういうのもねいただいてるんですけども、特にじゃあ今特にひどいのがこの雲州のこのあれですね、十字架を下ろす政策が、これ折る十字架政策っていうんですかね、なんか言葉があるんですか、中国のあの十字架を壊しているこういう写真がいっぱいありますけど、これは何て言ってますか、いわゆる。这个是在中国的话，就是说把那个拆除十字架的这个活动的话，好像做了很多。具体的在中国来讲的话，对像这样的这个行为的话，是有些什么讲法？这个就是宗教中国化政策的延续，就是基督教中国化的延续。啊，他们呢？觉得这个十字架呢，代表了西方的一种东西，而且，十字架在外面特别显眼，具有很大的这种社会的影响力，所以他们呢，就是展开了大规模的这个拆十字架的运动。やはりあの、すべての宗教中国式に変えることのこういったあの政策の中の。あの関連するのことでございまして、そもそもですね、あの十字架というのが一時に連想される西側の文化、その文化というのが特にこの十字架のインパクトはありまして、やはりこれはなくすこと自体が当局に有利になるんじゃないかと。他们最终的目的呢，就是变成这样的一些教堂。中国化最終的な目的というのは、全ての宗教 その建物の外観からですね、あの元々の形ではなく中国式のものに変化させること。他们还专门制定了一个法律，就有关那个十字架，就十字架现在不能置在这个教堂的堂顶，不能放在顶上，只能贴在这个墙面上。而且那个大小的话不能超过整个面积的十分之一，而且颜色的话就是基本上跟底色一样，不能用那种红色或者非常突出的颜色。它有法律已经出来了。やはりあのこの関連のこういった政策に関してのその法律をもう作ってしまった。例えばあのキリスト教の場合は建物の上に立つことを許されない。できるのであれば、あの建物の壁の方にあの設置すること、あるいはその大きさはですね、建物全体の10分の1に過ぎないこと、あと色的には鮮やかな色は許されない。なるほど。はい。你看这个十字架就是它贴在墙上，它很小。これあのあれですね、2015年の5月に浙江省の政府があの州の、あの浙江省独自で宗教建築だけをあの対象にする法律を作ってるんですよね、規則を。浙江省宗教建築規則っていうのが。2001年时候，这个浙江省自己单独关于这个宗教设施的一个法案制定，是这样的吧？对对对，但是现在已经那个推广到全国了。2015年，2016、2017。他现在在这个河南、安徽、山西又拆了很多的这个十字架。あの浙江省のこの法律を当時は浙江省だけで作ったものだけども、2015年以降です。全国的にもこの政策を推進するためにやってるんですね。はい。あの
まさに先ほど賀来さんがおっしゃったように、十字架は教会の屋根ではなくて壁につけろと、それから十字架の高さは建物の10分の1以下にしろと、それから礼拝堂内の湿度や風速まで決めてるって話を聞いたことあるんですけど、それもその通りなんでしょうか。那个礼拜堂当中好像是关于这个湿度和风的这个什么具体的规定，好像还有这方面的吗？对，整个礼拜堂的这个整个大小啊、颜色啊，就是它全都是在中国呢，就全都政府来管一切的宗教的细节。我们知道，在民主国家，就是宗教是他自己发展，他怎么做自己来定。但是现在中国政府它规定了一切，就是宗教的一切都要照他的这种想法来办。やはり宗教っていうのはもう中国政府の監視のもとでやることで、これは西川諸国と全く異なっていることが、西川諸国はですね、宗教自由にね、自由のままで自分 のやり方でやり通すんですけども、中国はこれは全然違う、全部政府主導でやってること。他这个建筑就是最大的一个教堂，当时温州，就是因为它太大太有影响力啊，当时造价将近人民币5000万的，但是一天之内就把它拆成这个废墟了。温州のこの最大のこのキリスト教会はありましたんですが、かなりですね大きな建物でございまして、影響力もございます。当時の作ったのは人民元は5000万人民元ですけども、かなり価値あるものでございます。でもその後にですね。この写真のようにね、もう全部壊されてしまい、これが無惨の姿になった。温州の大弾圧っていうものですか、これが。这就是那个温州的那个。哎，对对对，就是2014年4月28日就把这个大教堂给拆毁啊。悪魔の地獄絵図ですよ、これは。そうですね。で、やはりこちらの2010年4月28日にこの教堂を解体された。その時の、キリスト信者の皆様、京都の皆様の、感想といいますか、どんなふうにお考えだったんですか。当時、这个教堂被拆了之后的话、这些个这个信徒来讲的话、是什么样的感想、什么样的心情。在这个拆教堂之前呢、他还发了一个通知、就是什么时候要拆。那个时候很多信徒就起来抗议、抗争、然后他们。在这个教堂里面，白天黑夜24小时就住在里面，就是，我们拆，你要拆的话，我们就跟这个教堂一块死啊，但是他们坚持了大概将近2个月吧，但是最后被这些警察，把这些信徒都从教堂里赶出来之后拆了之后呢，而且把他们领头的几个都抓起来了，逮捕了很多几个，leader， 抓了很多人之后。很多人信徒也害怕了，都出来之后，他们就拆毁。后来那几个人也都判刑了，判了这个3年4年。大家现在就是一种无奈，因为中共，他拆教堂的时候，他动用了大量的这个军队，就是成千上万的这个军队，把主要的交通路口全都给堵住，然后这个推这个挖土机去这个拆毁，一天之内就拆完了。この解体作業の事前にですね、共産党政府がこういった告知をしました。ただこうじゃ信者たちがですね、これが許さなかったんですけども、当時の信者たちね、この教会の中にいるね、一回抗議活動の一環として中に入って、もしこれを壊すなら私どもたちももう死ぬと、そういった徹底的な構想を2ヶ月以上続けたんですけど、結局武力によって信者たちを全部教会の中から全部追い出して、で、トップのリーダーが何人か捕まって、これ、はい、罪を問われました。其实这些基督徒也做了很多的抗争，哎，做了很多的抗争，但是这些抗争都被他们镇压。やはりいろんな形で控訴をしてきましたが、結局こういった無罪の姿になった。
这个牧师就是抓了两次也判刑。その牧師は2回ほど逮捕されて、もう判決を受けて刑務所の中に入れられた。现在可能刚出来。もしかしたら今は多分もう刑務所からもう釈放されたんじゃないかと。他跟我是有联系以前。私とつながってます。温州やりとり。温州我以前是经常去的。他温州被称为中国的耶路撒冷，就基督教最兴旺的地方。温州はよく行かれる町でございまして、中国の中ですね、温州ですね、中国のイルサラム。他们通过这些拆教堂、拆十字架。就是把基督教的影响力啊给减弱，然后他们选择温州是把你的这个就是头啊基督教在中国的头给砍下来，那其他地方就全都给减弱了，所以他们是有他们的阴谋。やはり中国当局はですね、キリスト教のその影響力を弱めるためにこの一連の破壊活動をしてきた。もちろん最終的には盛んにキリスト教活動をやっている恩主がこれは人になってその首を切ることによってもうその西川中国のキリストのそういった中国人の影響力をなくすことは目的でしょう。西側諸国例えば欧米の、牧師を指導するような人たちがどんどん温州には入ってたんですか。这个西方国家那个牧师的话，为了这个传教也好，或者是说为了指导也好，是有很多人已经去过温州吗？对，温州当时是非常，还比较开放的，就是很多人都去。最早就是在这个中国清朝的时候就去，有几个英国的宣教士。拆十字架之后。因为温州的基督徒是非常多的，现在他们在秘密的做一些工作，好像是继续在开展工作。对，那你说是西方的那种这个教什么牧师啊，还是怎么样？西方的，对，西方的也在，还是在偷偷的去，以各种身份游客啊这些。やはり西側諸国のこういった牧師はですね、いろんな身分でですね、密かに中国にいて、特に温州のところに行ってるんですけども。温州はですね、その町自体はですね、キリスト教のその影響をとても受けている町でございまして、昔のその清朝からそういった影響を受けた町ですから、今もなお西川諸国はですね、こういった施設あるいはものすごく関心を持っている。で、現地にいてこういった宗教活動を応援する形でやっているんだと。对，我要说明的就是，这些教堂啊，拆毁的教堂，还有拆十字架那些教堂，都是政府的，教会。一つね、補足で説明したいのは、そもそもですね、こういった教会、こういった建物はですね、地下教会のものではなく、政府のやってる教会ですよと。公認のですね。公認です。はい。所以就是，习近平上台之后呢，他对政府的教会也进行镇压，这是一个新的现象。因为以前的话，对政府的教会他们不管，只管这个地下的教会的。やはりですね、習近平が政権取って以来ですね、昔みたいに公認の教会にはそんなに力は入れてないんですけども、方針転換で。政府機関の管轄のこういった教会施設にも厳しくこういった規制をやってると。而且那个今年两会的时候，有了一个新的规定，就是中国的所有的宗教是归那个宗教局管的，宗教局在国务院里面。两会的时候就是宗教局直接由党来管，由中共中央管，就中共中央统战部直接管宗教局。现在国务院不管宗教局，这个就说明党直接管各种宗教，共产党直接管宗教了。现在各种宗教要信党，对。今年の中国の国会の中ですね、昔はですね、宗教はですね、こういった施設はですね、公務員の管轄で
置かれたんですけども、今はですね、中級のその当選分の管轄に移して、完全にね、中級の、あの管理のもとで今なってる。なるほど。はい、こんな感じで大丈夫、はい、私がもっと質問した方がいいですか。そうですね、釈迦さん質問していただくと、うん、あとあの、まず、写真の説明というかを格差にしていただきたいんですけども、あの釈迦さんから他にもどういう弾圧例があるんですかみたいな感じで、例えばあの、習近平の、十字架を外して、あの習近平の写真に変えてる絵とか、そういうのを格差から全部あるわけ。あ、これこの写真は非常にちょっと、これは十字架を外して毛沢東と習近平主席の写真にか、これ掛け替えてますね。これは、こうしたものはたくさん行われてるんですか。これ私は、这个原来呢本来是有这个供十字架的地方，结果呢现在把那十字架给取消之后，都变成毛泽东和习近平的那种个人的肖像放到这里。有关这方面那个事情，我想要具体的问一下。对，现在习近平他就是要造神，就是他自己是神，他要把自己当作一个神，所以他不允许其他的神，所以他对所有的宗教都非常仇视。无论你是政府的宗教还是地下的宗教，他都非常仇视。他把自己要树立成那个毛泽东一样的神，就是把其他的神赶下来，所以他把这些宗教东西全都去掉，然后这个把自己的搞上去。对，やはりあの習近平はですね、自分は神様になりたいということが、あの多分彼はそういうふうに思ってるだと思うんですけど、なぜかというと彼は自分は毛沢東みたいにそういったカリスマ性を持って、あの中国普通の中国人に崇拝できるような存在になりたい。それによって当然あの他の宗教はですね、あの敵視されて、あの自分はですね最も偉大なその神様であることが、あのこういったいろんな仕組みを組んできたと。なるほど、まさにこれは神に対する嫉妬というか、神を乗り越えようとする、まあ、人間の、まあ、そうした野望みたいなものがね、見えますけれども、こちらは何ですか。他说这照片一看看出来肯定是太妖，超过了神。这个张照片是说明了什么呢？这个就是说是那个，他们现在采取一种面部识别系统，就是在教堂的门口啊，放他们的设施，然后他就可以看到，这个进来的人是谁，就是，他要防止那些，政府的公务员，还有这个18岁以下的小孩进入教堂，所以他们要，安置很多的一些监控的设备在这个教堂门口，然后呢。还有一些面部识别，就是他们不喜欢的一些人，要进教堂的话，那个设备也会发出一些警报啊。就是他现在就搞得非常严格。で、これはあの教会の入り口のところでですね、こういった監視カメラを設置する。で、そしてその監視カメラをですね、最新機能で顔認識できるようなそういったシステムを入れて、それが入れる。というのがその目的としては、まあ、公務員あるいは18歳未満の人間があの教会に行くことがあの予防するためにこういったシステムを作りました。これはひどいですね。これは非常非常無法容忍。これは監視カメラですか。那个是那个是监视器吗？可能是。可能是。啊，もしかしたらそうだと。これですね。顔認証。手話脸。言いますよね、なんか顔認証ってね。对对对。これ今年のあれですね、2月5日のあれで。这是今年的2月20号开始的嘛。这个是就是今年开始有些先进的设备的地方。然后他们有顔认证ですよね。你看他这个，这都是政府教堂做的事情。他有这个9个步骤，就是。不准这个青少年进入，不准这个公务员进入，就是有很多的不准，就是我们这个教堂，就是有很多的规定，哪些人不能进。我们知道，西方的这个教堂都是公开的，open 的，什么人都可以进，homeless 那些什么人都可以进的，
但是在中国它，它就限制，随着是非常紧。嗯，やはりあのこういったあのそういった規則というか規定があの9つもあるんですけども、この中にまあ先ほど言ってるような公務員は中に入ることができない、未成年はできない、中国未成年は18歳未満ですね。でこれは西川諸国と全然違うということで、あの西川のこの教会ではどなでも自由に入ることができる。仮にその人はホームレスでも入ることができるから、あのこれは中国の独特のあのやり方で。いやこれあのまさに。マクマが考えることは一緒という感じはしますけれども、まさに、やっぱり信仰を次世代につないでいくことが、これをあの信仰を次世代につないでいくことをま禁じたいということですよね。そうです。他就是说他的这个想法就是说把这个人的这个思想观念这个信仰的话不让他传给下一代。对，不让传给下一代，而且不让传给那个公务员呢。军人啊，就是他们政府的那些内部的人也不让传，就是很多的限制。啊，あのおっしゃる通りで、まあ次世代だけにそういったあの伝えていくそういった思惑今後あるの他に、あの公務員、軍人、まあ、軍人あ軍人も、と特にあの政府関係者にも、関係者、はい。他这个对，就像现在总而言之就是要回到文化大革命。我知道日本人。你们可能知道这个文化大革命就毛泽东发动的，那个时候就是要把所有的宗教给铲除。当时毛泽东的夫人江青他说了一句话，他说，文化大革命的任务之一就是要把宗教扔到垃圾堆里，扔到博物馆里。やはりですね、最初のことで一言言えば、まあ宗教がなくすこと、それはもう逆にあの中国文化大革命の時代に逆戻り。当時の文化大革命の時ですね、毛沢東 の, あの夫人である後世がとても有名の話はあるんですけども、全ての宗教がもうあのゴミ箱に入れること、あるいは博物館に入れること、かなり有名の話はあった。はい。あの今これは、这个就是在中国以前呢，在网上还可以聖書が聖書がネットから突然下ろされたっていう。そうですね。あの昔からあのそもそもあのこの何ヶ月前にもその中国の国会の大会の前にですもあのネット上で聖書があの自由に買えることはできるんだけども、今はもうネット上でも聖書を買えることはもうできない。インターネット上での聖書の販売が禁止されたということですね。はい。就是说，在网上的话，已经买不到圣经了。对对对。其实中国的圣经的话，唯有在政府的教堂才能买，其他的书店就根本不能买。后来这个网上书店呢，它也可以买一些，就是稍微有些宽松。但是今年以来呢，网上的所有的圣经都不让卖了。今の状況で言ってみれば、あの政府系の公認のあの教会の中にはあの聖書は買えることはできるんですけども、そもそも数ヶ月前まではあのネットのあの本屋さんの方でもこういった聖書は自由に買えるところできたんですけど、今はもうできない。あの聖書の中身に関してもこれはあの書き換えられているんですか？中国で売っている聖書とあのいわゆる欧米諸国あるいはキリスト教信者が通常持っている聖書とは中身が違うんでしょうか？那个正常的就是说在西方国家所写的那个圣经里面的内容跟现在中国卖的那个圣经的内容它有没有什么区别，有没有被改动的地方？ナチスドイツの聖書っていうのは違ったっていうね話がありますけれども。以前呢就是说纳粹德国的话，他们那个圣经的话，对对对，跟正常圣经是不一样的。对，目前来说还没有改变。目前的话，我听说他们要改一个习近平版的这个圣经啊，但目前他还没有改。但是，圣经虽然是保持那个和合本，就是和合本，是在1920年代，就这个中国和西方很多的一些翻译家翻译出来的，但我想可能说不定，他会有这种改变。再一个是，就是不改变的话，他。对一个圣经的话，他可以选择，这里可以讲，那里可以不讲，他是那样。
そもそも今の中国の中の販売されたのその政府書というのは1920年代いろんな専門家によって翻訳とか作られたものであって、今までですね今日までにはまだ中身はですね変えることがまだなかったんですけども、でも習近平が自分なりのその習近平版の政書が変えることはなんか噂で聞いたことある。習近平版の政書というものが出てくるということですね、はいはい、はい、習近平国家主席のですね習近平体制になってからの宗教の取り締まりっていうのはものすごい苛烈なものになってきてますけれども、そのあたりはやっぱり、どのようにお感じになられてますか。从习近平成为他的这个习近平体制以来之后的话，对于这个宗教的这个规定的话，就变得是越来越严了。对。那您在这方面有些什么样的认识呢？有什么样的看法？我觉得现在就是要回归这个文化大革命啊，习近平要做毛泽东。因为他这个小的时候他就是在文化大革命那个年代成长的，所以他很崇拜毛泽东，所以他现在想成为毛泽东，成为神，所以他对一切的宗教啊他是排斥的，就是刚才主要讲的一些政府的教会，那对这个地下教会的迫害更加严重，还有就是对各种新型的宗教，像在这个日本的话很多新的一些宗教，但是中国这新的宗教都是定为邪教打压，甚至把你铲除啊，所以就是说现在这个状况啊，就是越来越像以前那个纳粹德国，越来越像这个文化大革命啊，他现在推出的政策是两个啊，一个是宗教中国化，再一个是宗教信党，就是党来全面的改造宗教，所以目前中国的宗教状况是非常恶劣，可能文化大革命之后最恶劣的一个时期。对，習近平がやはり自分の体制をなって以来ですけども、最も盛んになるのが自分が毛沢東の再来にをそういうふうに多分彼は考えてる。なぜかというと毛沢東時代は特にですね文化大革命時代ですけども宗教を全て否定する時期がありましたんですね。でその時にやはり毛沢東のカリスマ性もあって、彼がやはり自分はもうカリスマになりたい、あるいは神になりたい、そして全てですね新しいの形で要するに全ての宗教が中国式に変えること、あるいは全ての宗教がその上に宗教の思想を信仰するような宗教に変えることは彼はそういうふうに考えている。でそのやり方から言ってみれば昔の戦時のそのドイツナスイのそういった考え方とそっくりということで、はい、もう悪魔の修行と言ってもいいと思うんですけど、そうですね。それで例えば中国の政府の公認の教会には弾圧は行ってきたんですけども、さらにですね地下教会あるいは新興宗教に対して厳しく取り締まりをやっているということで、これはあくまでですね日本とかさ、これは新興のそういった宗教は結構出てるんですけども、これが政府機関政府の形で弾圧するのはもう中国、習近平体制だけじゃないかと、はい、なるほど、理解できます。他に先ほど温州の十字架の撤去の話から入ったんですけども、このスライドの順番でですね、スライドはねちょっとごめん、全部でプリントできなくて、今その中国で具体的にどういう弾圧が行われているのかというところで、これは何ですかっていう感じで聞いてきますか。今どういう
ダンスが具体的に行われているかというところで、この十字架の印象ですか。私の上のプリンターが調子が悪くて全部。他说是，因为按照你提给他们的那个资料当中呢，他有一个这个顺序。对对对。他想问问这个按照这个顺序具体的怎么样受的隔阂。十字架の話、今そのこれ浙江省で、浙江省で、有关的被迫害的事例。その流れで、按照这个顺序的话，中国の宗教の状況っていうのはどういうふうになっているかというところで、我想问，在中国的这个宗教状况究竟是什么样？合法と非合法よく話す。对，这里面牵涉到合法的和非合法。对对对。じゃあまずここから聞きますかね。はい。ちょっと待ちください。じゃあ中国の今の宗教に対する迫害の状況をちょっと教えていただきたいんですけれども、これは十字架が燃えてますけれども。他想就是说一下关于中国对宗教迫害的具体状况。这个照片好像是，这是十字架正在被燃烧。对。这是他们要把这个十字架给取下来。他们用的是一种那个，一种那个什么，把那个铁啊，要这个切割的话，用那种用那种气，就是氧气的那种东西。那种东西的话，切割机。对对，那个切割机是那种气体的，所以它很容易燃烧，所以它一切割的时候呢，就这个就着起来了。この写真がですね、やはり十字架はですね、アルミじゃなくて鉄でできたものでありまして。これはですね、破壊するためですね、切断しないといけない。で、これが要するにガスバーナーとかそういったものを火を使って切断する時に燃え、ガスバーナー。はい。它是这样，就是先把这个十字架和教堂啊，对，切开，separate 就是分离，然后呢，用这个吊起吊机吧，给吊起来，就扔到这个地上，它都这样。でやはりこれはガスバーナーで切った後ですね、こういったクレーンで吊り上げて、で地面にボタンさんで下ろす。この時の信徒の皆様はもう泣き叫ぶとかそういうような状況になるじゃないですか。在这个时候的话，看到这个场面的话，那些个信者的话，肯定是已经是哭得不行了。どの状況でいらっしゃるんですか、信者の皆様は。现在在网上也有很多视频，就是在拆十字架的时候，他们。唱这个赞美诗啊，痛哭啊，有的跪下来呀、反正非常的凄惨。やはりこの場面は面した時のこういった映像があります。その映像の中のその信者たちが聖書を歌えられたり、あるいは泣き伏されたり、あるいはひざまつけて。这个是那个今年的山西的一个大教堂，给拆了。これは今年の発生したことで、三聖書のある大きな教会を破壊された当時の写真。这几个是浙江的，这个是山西的。上の二枚が浙江省のもので、下の写真は三聖書の中の教会。はい。これ浅間山荘の破壊の様子にそっくりなんですけれどもね。他这个有个像那个日本的叫浅间山的一个被破坏，就是共产党的有一个山庄，像那个情景似的，让人想起。これはあれですか？警察が入ってきてる。这个在中国的可能是广东啊，这是就是地下教会、家庭教会，就是他们在聚会的时候，这个警察突然冲进来。然后就宣布，你们这个聚会点是非法的，你们下周开始就绝对不能再聚会了。这些警察就经常冲到这个，家庭教会，也是地下教会来做这些宣布。これはですね、多分関東省のある家庭教会、まあ家庭教会、俗で言えば地下教会な信者たちをそういった宗教活動をやってる最中に公安が入り込んで、踏み込んで、こういった活動を紹介はもう違法的あると。这个就是地下教会，也被称为这个家庭教会，就是 house church。
因为他没有 building， 他没有教堂，所以他只能在家里，这个是一个人的家庭，他们小的也敬拜。那やはりあの教会の施設はではない、ではないんですけど、したがってあのまああの家庭教会、まあ俗で言えばまあ地下教会のところですね。这个是一个政府的教堂，他呢就是这个牧师呢，就是他不听那个政府的话，最后就是。他在讲道，礼拜天在讲道的时候，这些便衣警察来把他就直接抓走，这是非常可怕的。これはあの公認の教会の中のあの牧師はですね、あの宗教活動はあのやってる最中ですね、あの公安に拉致されたというか。像那个浙江省那个最高的一个政府的一个牧师，他的职位是最高的，他是因为反对强拆十字架，他也给抓起来，关了大概将近两年。あの浙江省の最もあのポジション高いの牧師がやはりあの十字架の破壊行為を抗議することに、それのあの原因であの逮捕されてしまった。还有就是说这很多这些政府的教会的牧师啊，他有很高的这种社会的威望，然后很多人们有这个冤屈的话，就像这些牧师说这些牧师呢。就帮着这些受苦的信徒维权，所以呢，这个牧师呢就成为当地非常有影响的一个政治领袖了。所以政府呢对这些新的政治领袖很害怕，就一定要把他们干掉。あのこの政府系のこういったポジション高い牧師たちがですね、やはりあの信者たちのためですね、いろんな人権活動をしてきた。それの代わりにですね、あの。進歩を厚く、政治的なリーダーなるような存在であって、あの中共はですね、これは危機を覚えて、それで弾圧を思い出した。这个情况跟那个中国的清朝的晚期很相似，就很多外国宣教士在中国的时候，很多中国人呢受中国政府的迫害之后没地方说，就是给那些外国宣教士说，因为外国宣教士还能帮着他们做些事情，所以呢。就是当时的清朝的官府对这些外国宣教士为什么特别恨，就是中国的老百姓都跟着那个外国宣教士了，跟他们对抗了。あのこれの行為はですね、やはりあの新中あの末期の時のそういった状況とあのそっくりで、なぜかというと新中の末期の時代ですね、あの外国の牧師が中国に入って。あの人部位をとですね、あの彼らによってこの結構あの信じるようになって、新朝政府も危機感を持っていた時期で、あの当時と考えてみれば、あの今はそっくりじゃないかと。新朝末期に今そっくりということは、はい、今あのある意味革命の時が近づいているようなことかもしれませんね。所以跟这个清朝末期的这个状况的话，这么相像的话。从某种意义来讲，是不是那种革命的这种这个前兆呢？是。当时清朝的话，就是这些外国宣教士有那个治外法权，就是给外国人呢，包括外国宗教的话，给他们很高的一个人权。所以当时的中国人为什么要加入基督教啊、天主教，跟着这些外国宣教士，他们是希望得到人权保护啊。所以呢，就是。就是跟着这些外国宣教士，所以造成了，就是当时的清朝跟外国宣教士这种对立，非常，后来发生了很多的教案，原因就是这个原因。对。これはね、清朝末期のこの時に起きたことはですね、外国の牧師はですね、あの特権を持っていた。その特権では中国の清朝の法律には適用しない。だから普通の中国人が。あのこういった宗教を信じるようになって、やはりあの新朝のその法律をあの逃れるためにですね、そういった動きはあったんですね。你比方说，当地的官府，欺负了一个人，欠了他钱，或者把他的女儿给强奸，那你这个，向政府报的话，你肯定没有结果。但是你给外国宣教士说，外国宣教士会通过外国政府。给清朝政府压力的话，他们就会改变，所以他们实际上是想通过外国宣教士啊，谋求公平，谋求人权。やはりあの清朝末期のその中国人がですね、あの公平の待遇を受けてない、
その代わりに例えば政府官僚からですねいじめを受けたりあるいがあの家族の中の女性があの強姦されたり、新朝政府にねあの自分の不満を言えるところはない。ですからあの外国の牧師によってあの外国のその政府からあの新朝政府にあの圧力をかけることが当時がそういった動きがあったと。就今も同じですね。他说，那也就是说，现在跟这个那个时候状况非常像了。非常像。啊，非常に似ています。あの中国の宗教の状況について、そしたら教えてもらいたいんですけれども。中国的这个宗教的状况的话，想请教你一下。公認教会と非公認教会とあのあったりっていうことなんですけど、ちょっとそこを整理して教えていただけますか、これに基づいて。想就是确认一下，就是说被这个政府认定的这个教会和不被认定的教会，能不能在这就是稍稍整理一下，怎么一个讲法？对，现在中国的宗教实际上分两部分，一个是就是官方办的，就认定的；另外一个就是民间的、非法的。官方办的主要是，基督教协会，还有天主教爱国会，还有伊斯兰教，这些，藏传佛教啊。他们现在这个受打压也是很厉害，就是宗教中国化全面的改造，拆十字架，就是政府的教会，现在也过得很难受。至于这个地下教会、家庭教会，那他们就是完全的比这个，彻底给的给镇压，就关闭啊、取缔啊，尤其一些新型的宗教的话，他都定为那个邪教，啊，直接抓人判刑，所以他们这个受的这个。压迫是更大的。另外，像那个伊斯兰教啊、佛教，伊斯兰教和藏传佛教啊，他们就没有这个部分，就没有地下的。现在伊斯兰教、佛教，还不像基督教，基督教和天主教还有一些地下的部分，但是伊斯兰教和藏传佛教，就是没有地下，全都被共产党控制了。公認の政府公認の教会とまあまあまあキリスト教会、まあ、カトリック教会あるいはあのイスラム教ですね、これはあくまでですねあの政府が公認してるんですけども、それでもあの結構弾圧をあの受けてるんですね。でそれのもう一個の方ですね、要するにあの非公認ね、あの地下教会とか、あの地下のまあカトリックとかあたりいろんなありますね。あるいはあの信仰消去でこれに対してあの今の宗教の方針というのはまあとことんとあの潰すこと、例えばあの地下教会でも非公認で、あのそれのあの口実でもあの何がやっても全然大丈夫だと。ただですね、区別っていうのがあの地下教会とはですけども、これはほとんどですねあのキリストあるいはカトリック、仏教あるいはイスラム教はこういった地下教会みたいなのはね、あの存在はしない。なるほど。あの公認教会と非公認教会で、非公認教会はまあまあ徹底的に弾圧をされているということですね。就是被不被认定的这个地下的教会的话，就是说彻底的要把他们给取缔。对。その通りです。あの人権なんてないんじゃないですかね。那肯定的，就是完全就无视人权了。この人たちの人権はどうなってるんですかね？那这些人的人权，他们会是变成什么样呢？他们就说，就要放弃他们的信仰，然后他们也没有，敬拜的场所，然后，很多呢就是跑到海外来了，像这个，法轮功啊，全能神啊，没办法，只能移到这个海外，然后，基督教和地下天主教的话，现在处在一个就打游击的状况，就是我在这敬拜被你们发现了，取缔了，那我转移到新的地方，然后再过大概两三个月我再变，就不断的变那个场所，处在这个游击战的一个状态。对，やはりですね、非公認のこういった地下教会とかですね、あの政府は徹底的に弾圧を行ってきた。例えばあのその人たちがまずは信仰をなくすことが目的であって、したがってあの中国国内の法輪功とかさ、他の信仰宗教の人間は海外にね脱出、あるいはじゃあ中国国内でもあのキリスト教のあるいはカトリックのそういった地下教会はですね、
あのゲリラ村みたいにね、点々って拠点を変える、あ、活動場所を変える、なるほど、はい、ってやってるんですね、はい、あの中国国内で政府から敵視されている順番で上から順序をつけるとしたらどんな形ですか。例えば一番上がウイグル、チベットといったような形で、まあ漢民族は比較的緩いのかもしれませんけれども、危険だと思われている順番で、順序をつけるとしたら何が一番危険で、中国政府要觉得对自己所以敌视的这种宗教来讲的话，如果按照顺序来讲的话，应当是什么样的顺序呢？它是什么是最危险的？最危险的是这个伊斯兰教，然后是藏传佛教，然后是那个地下天主教，然后才是这个基督教。哦，やはり順番でから言えば、まあイスラム教は最もトップの位置に。トップ。え、その次はですね、伊斯兰教下面是什么来着？就是藏传佛教，就达赖喇嘛那个。那その次の順位がですね、やはりチベット仏教。チベット仏教。で。あとはですね、カトリック。カトリック。四番目はキリスト。キリスト教。はい。因为那个伊斯兰教牵扯到就敦托尔基斯坦啊，还有中东的所谓的一些恐怖主义这些，也伊斯兰教，所以它排在第一位。藏传佛教主要是跟达赖喇嘛的关系也很严重，然后在天主教，天主教是它因为直接跟梵蒂冈是就地下天主教。直接跟梵蒂冈联系的。法轮功。法轮功的话，对，这个就是另外一个问题，就是邪教的问题，就是说，你先把这个说一下。やはりイスラム教がトップに位置することが、やはり今のですね、ウイグルの問題ですね、東トルキスタンの問題、あるいは中東のこういったテロの問題が絡んできます。チベット仏教というのはやはりダレラムの問題絡んできますので、3番目 のカトリックというのは、カトリック問題というのは中国の地下のカトリック教会はですね、ローマのそういった教廷の方の下でつながっておりまして、それは危機を中共感じている。で、あとはキリスト教ですね。刚才说的就是那个，这些都是传统的大的宗教。これは伝統的な大きいの宗教の分類されてるんですけど。你刚才说的法轮功啊，还有全能神啊，这些都是新兴的宗教，就他们从佛教啊或者基督教里分出来的一些小派别。で、先ほどおっしゃってるのは、例えば法輪功あるいは全能神とかな。全能神、東方宣伝ですね。東方宣伝。それは大体ね、新興宗教で言いますんで、これが全てですね、中教からは邪教で、そういったレベルを払われてる。もうさらに下の段階ということですね。对他们，对他们就是唯有一个办法，就是定为邪教，彻底铲除。やはり宗教のやり方としてでは、この新興宗教ではすべて邪教ということで、徹底的で弾圧をする。就是现在中国的公安部，他已经定了那个20多个邪教，他是那个。最早的有这个基督教里面的护法派，后来定为这个法轮功啊、全能神啊，就是一个宗教是不是邪教，是由中国的公安部来定的。その宗教は例えば新興宗教でとも、これが邪教に属してかどうかで、すべての決めは中国公安部の方に決め手になって。公安部は今公表された20何個の新興宗教がございます。その中に当然法輪功とか全能神とか東方宗教。对，现在还有很随意，就是大概前年吧，在广东有一个地方法院判了一个佛教的一个派别，就是说他是邪教，那个教主判了这个无期徒刑，他那个宗教派别叫华藏法门，他那个派别。不在公安部的那个邪教名单里面，但是他法院呢，他可以随意的定他，你就是邪教，所以在中国邪教的定义呢，完全是共产党他自己说了算。邪教というのこういった概念というのが、中国の東京の自分の
あの都合に良いようにあの定められて、例えばあの関東省はこの間のあの仏教のあの一つのあの解釈違う組織はございます。その組織のトップの人間はあの邪教であの現地のその地方裁判所からあの裁判をかけられて、邪教、しかもそのトップの人間が無期懲役の無期懲役のあの判決を言い渡された。はあ、これはもうこの、うん、あの政府によって邪教認定されたら、うん、ある意味ブラックボックスで、うん、何があのあのブラックボックスで、あのその後の人権状況のもの全然わからないといった状況になるわけですよね。嗯、也就是说，如果被政府定为这个邪教的这组织的话，这个组织当中的话就已经完完全全被列入政府当中的这个黑名单里。那么这里在黑名单里的这些个宗教信仰者的话，他们完全就没有自己真正的人权所在了。对，他们就是要被抓捕，抓捕判刑。他们的教主的话，有的要判那个死刑啊，无期。一般的信徒也要判刑啊，劳教，所以他跟那个地下的基督教还不一样，就是那些非法的传统的宗教，刚才我说的基督教、天主教，他们的信徒的话就不让他们聚会就完了，但是邪教的话，那要全都要抓起来的。那やはりあの伝統的な宗教に対して政府のやり方はまず修改をあのさせないこと、これはあの今の宗教のやり方で、ただですね。あの政府があの邪教でそのレテル貼られた宗教に対してはですね、まずはですね人権を無視することで、あの最後まで例えば教祖があの死刑になり、あるいは無期懲役になり、そういった判決を渡されるのはもう今の流れですね。あの一説によると臓器を取られているっていう話もあるんですけれども、それについてご存知ですか？好像有一种说法是说，像这些这个宗教团体的话，那个他这个脏器都被买卖，是有这个事情发生吗？嗯，对，就是法轮功呢，包括伊斯兰教，就是对他们来说的，定为邪教的那些人呢，那些信徒就不是人了，所以他们随便的来欺负他们，然后把他们给有的是活摘，有的时候判了死刑啊，直接摘取，这个是真实的。法轮功它是这样，而且，前天我不是采访一个新疆的一个穆斯林，就现在，在新疆的基本上所有的机场啊，都有一个就人体器官专用通道，就说明在新疆存在大量的这个贩运人体器官的这个问题。嗯，やはりですね、あの邪教に定まれたの人はですね、人権は当然はない。もちろんそういったあの臓器売買をですね話を聞いております。例えばあの先ほどおっしゃったのはあのトールさんとね、はい、あのおとといかあのその会談をした時に、はいはい、トールさんからですね、例えば新疆のいろんな高校の中でもあのその 人体に関するそれは臓器とかさ、特別のそのあのルートとかさ、設計してると、はい、あの臓器専用通路、はい、そう、それの臓器専用通路が設けてると、はい、ありましたね。確か、好像听到在网上都有看到。对，那个网上那个是只是一个喀什一个城市，实际上在所有的有机场的城市，在新疆的都有这个人体贩卖渠道。多分あのこれが公開されるのはあのカシアルのところだけですね。あ、そこだけではなく、新疆にいろんな空港とか、あるいはあのいろんなこういった交通機関のところがこういった臓器労働をすでに存在していると。本当ですか？それは真実吗？真的。あ、これ本当のことです。因为他们对这个这些穆斯林啊。他就不当作人，就把法轮功不当作人一样，就这样。これは本当です。なぜかというと、あのムスリムの人々に対して、もう人間ではないから、もう人間に見なされないんで、もう好きのように、例えばホリンゴもそうだと。そうですよね。はい。いや、これはちょっと、これ完全にナチスを超えましたね。これは非常让人不可思议的事情。这个是这种做法完全已经超过了纳粹了。嗯，是超过纳粹，就是。
もう何種類超えてますね、確実に。これはもう世界中の方にあの知らせないといけないあの事実だと思います。这个必须要让世界要知道这个事情的存在。我希望これはさ、我希望就是世界。ちょっと信じられますこれ。他说无法让人相信这个事情。对，我希望就是日本的这个政界、宗教界，尤其像你们，都能知道这个事情的真相。やはりあの日本社会、日本政界、日本人にはそういった事実を知ってほしい。あのちょっと話あれかもしれないけど、来日中にあの賀来さんは日本の政治家に会いましたか？这个话题想转一下。你这次来到日本来的，你有见过日本的政治家吗？还没有。哦，就见了一些，见了一些，但是对见了一些并不重要的，对。まあ本当の政治家であるかどうかはわからないけども、でもある人がまあ会うことができたんですけど、はい。それ政治家で言えるかとかでとわからないんですが。なるほどね。はい。いや我想你也算一个了。私の認識はあなたはもう政治家ですよと。谢谢。私は宗教家であって、かつ政治家をあの宗教政治家を目指してるんですけれどもね。日本にはこういうスタイルのあの政治家いないです。他说我这个是想做一个有宗教的，而且是一个有政治信仰的这个政治家。像这样的这个宗教的政治家，在日本来讲呢，目前为止还没有。そしたらちょっとマルクス主義についてもちょっとお伺いしたいと思います。あの幸福実現党マルクス主義を打倒するためにできた政党なんですね。そういう意味であの特にこのマルクス主義が国家思想となっている中国の現状について非常に興味があります。これをちょっとあの今どのような状況なのかあのちょっと教えていただけたらありがたいんですけど。那个幸福实现党原来就是说为了这个达到马克思的这种思想女权主义的话，才创建出的这个政党。那在中国来讲的话，受这个马列主义这个思想的影响，建造出现在的中国这个社会。您对这个是不是也有些什么想法？これはどういうあれなんですか？まとめ。这句话是说是什么意思？这个就讲的是马克思主义它的宗教的一些性质。明天5月5号正好是，好像是马克思主义的一个诞辰纪念日。中国马克思的诞辰呢，还是马克思主义的诞辰？马克思的诞辰嘛，好像是。马克思っていうのが、あの中国の現代の社会に多大の影響をもたらす人物で、明日5月5日ですけど、もしかしたらあのマルクスの誕生日でなる日で。明天那个北京他会举行很多大型的活动来纪念，马克思。他们那个前几天，中共的这些主要的领导还共同阅读那个《共产党宣言》，他全都要回复到，最原初的共产主义，很可怕。やはりあの明日はですね、多分あの中国北京であの大体ねあのその記念のイベントはやる予定になってる。その前ですね、中国のこの共産党の政治常務委員会 の、 そのメンバーたちがマルクス の、 この共産党政権を再びを勉強する勉強会を開いたと。はい。学習会。ですか。学習会。そう。学習会。这个就讲的是那个马克思主义它的宗教的性质啊。它就是马克思认为这个在神的这块呢，他认为没有神，人就是神。あのマルクスのこういった思想の中ですね、まあ、あのまずはあの無神論、あの人々が自分自身はもう神様で、他认为人的话，不是上帝创造，是这个猿猴啊，就物质的进化，然后需要一个解放，对。あのまずはですね、人類が神様によって作られたものではなく、もう進化論でですね、これは。あのこれが根本的のマルクスのあの中身で。他对未来的这个世界的看法就是说，最美好的这个世界就是共产主义社会。やはり未来社会にはあの共産主義はとても理想の社会だと。那怎么样实现这个共产主义社会？他就说，要通过这个共产党，等于是耶稣一样，要带领人民。进入这个最美好的共产主义社会。
この共産主義社会を実現するためですね、やはり共産党はその任務を担って、要するに共産党はもう神様の代わり、まあキリストの代わりで役割を担う。所以马克思主义是叫他借用了基督教的那个宗教的体系，但是他把上帝耶稣啊都换成了那个共产党。やはりマルクスのこの思想の中でね、大多数の部分は宗教のそういった定義を借りて、ただ中身はですね、神様にあるのはキリストではなく、イエスではなく、まあ共産党ですよと。基督教认为，是耶稣基督，救了我们，然后我们进入天堂。但是马克思主义认为，是这个共产党最优秀的人类，他来拯救人类，进入这个天堂，就共产主义社会。やはり共産主義のこういった美しい社会にねなるためですね、共産党のおかげだと。よくですね、中国 の、 新しい非公認の教会が、政府に登録をすることによって、逆に公認化を してもらうことができるんじゃないかというふうに考える人もいたり、あるいは中国共産党と、宗教は仲良くすべきだっていう考えを持ってる人もいるんですけど、はっきり言ってどこまで行っても一緒にならない水と油だと思うんですけれども、そうした考え方について何かご意見ありますか？在中国来讲哈，有的呢就是说想把自己这个地下教会呢，变成这个让政府承认的这种教会。仲良くなれなれるわけがない。然后呢，还有一个就是想要跟这个共产党呢，并不是像水火不容的话，要跟理解共产党，然后呢。对共产党有一定理解的程度下，然后去跟共产党共同去处事。你对这种想法或什么样的，有些什么具体的这个看法？他实际上他对这宗教呢，就是我现在要讲的，就是他对宗教的整个政策就是三个词啊，利用、改造、镇压。镇压。就是当他利用某个宗教的时候，他可能跟你关系还稍微好一点。但是利用完了之后呢，他还是来，继续的镇压。这个利用呢，主要是这个，在国际上，比方说他通过佛教徒啊到日本，跟日本的这个佛教界这些和尚，他有个好的关系，促进中日友好，所以在这个外交当中呢，他经常用，这个宗教，这是他利用。やはり宗教がですね、三つのやり方で徹底でやるんですね。まずは利用すること、その次は改造すること、で三番目は鎮圧、弾圧することですね。例えば利用することの例としてですね、例えば仏教の関係で言えば、仏教界の方が日本に発展して、日本の仏教の関係者とね、そういった横関係を築き、日中の横関係を働きかけというか、交流というか、いい関係を築こうと、そういった考えはある。所以有些人很天真，他跟共产党建立好的关系，有些宗教那就是他利用的时候。但利用完了之后，他这样会抓你。やはりこれはもしかしたら宗教関係者は勘違いかもしれないんですけども、これはいいんじゃないかと、結局これはあくまで利用するだけであって、その後に言うとですね、必ず弾圧を受けるにはこれは確実だと。第二个政策就是改造，改造就是刚才我们讲的，就是拆十字架，改变那个圣经的内容，然后改变你的伊斯兰教的穿着打扮，那些都是他。改造就是改的你，不像原来的真正的你，跟他的共产主义思想啊，就融入进去了，变成他共产主义思想的一部分了。やはり改造というのはまずはですね、宗教の中身を変えられること、あるいはその宗教に関しての風習も変えられること、あるいはすべてのですね、
自分のスタイルをですね、中共の共産思想に合致するためのことをやることですね。これは改造っていうんですね。所以这个镇压呢，就是对这些新型的宗教就定为邪教，镇压。改造呢，主要是针对那些传统的大的宗教的。镇压就是对家庭教会还有新型的宗教。改造というのは要するに伝統あるのその宗教に対してのそのやり方であって、鎮圧というのはやはり信仰の宗教に対してですね、とことんと弾圧を実施すること。なるほどね。はい。こちらのバチカンについてちょっと聞きます。バチカンと中国政府が接近しているんですけれども、これはどういう動きなんでしょうか。这个就是说，白金汉宫就是说就是那个罗马教皇啊，跟中国好像是有这种接近，有这种这个互相之间的这种私底下有这个接触，对对对，这个事情的话是怎么回事？这个事情比较复杂。首先，这个新的这个教宗呢，他是一个很自由派的人士，他就很喜欢跟这些社会主义国家打交道，像越南呢、古巴啊。他很想跟中国呢这个建立关系，但这个问题又牵扯到跟台湾的断交啊。对，你先说一下。やはり今のバチカンのその教祖というのは何ですかね。ローマ法王。そうだ、ローマ法王。ローマ法王はですね、少しですね左寄りな傾向がありまして、例えばベトナムとかキューバとか。こういった社会陣営の方には結構積極的に接するようになり、でそれはですね中国ですね、これが下に接触する機会によって、もしかしたらですね、ローマ協定の方はですね、台湾と関係をですね断交して、中国とね、そういった外交関係を結ぶことは多分その当局の思惑じゃないか。これは逆に言うと台湾が非常に危険な状況に置かれるということを予感させられるものなんですけれども、そう考えてよろしいですかね。这也就是说，能够我们想到，我们能预感到，很有可能就是台湾变成非常危险的一个时候，因为面临着跟这个罗马教皇的话，对对对，像个上周那个多米尼加跟台湾已经断交，这是中国政府。就是金钱外交，迫使这些小国家跟台湾断交。梵蒂冈呢，当时这个宗教局局长就说了，就是梵蒂冈要跟我们建交，要满足两个条件，第一个就是跟台湾断交，第二个，你不能就是干涉我们的内政，拿这个天主教来干涉我们的内政。所以这两个条件实际上是非常的苛刻的。やはり台湾はそうです、最近のドミニカ共和国とそういった外交関係は断交されて、しかもですね、中国ですね、密かにですね、ローマ協定と外交関係を結びたいんですけど、でも条件は2つありまして、でまずはですね、台湾と断交することで、もう一つが